こんにちは。メアリのブライス関連小物紹介です。今回はバービーちゃんの服をゲットしたので、紹介してみたいと思います。先日、オークションで2つセットで出品されていたので、こちら、アシャさんが着ていたのを見て、すごい可愛いと思って落札させていただきました。で、こちらの服は、ジェニーフレンドのティモテが着ていた服になるので、 こちらうちはあやちゃんがいるのであやちゃんに着せたいなと思ってちょうどセットだったので落札させていただきました早速開封していきたいと思いますこちらね新品ですよという意味合いでこう開けるチャックの手前にちゃんと留め具がついていましたあとこれ靴がねバービーちゃんはブライスと同じサイズらしくジェニーちゃんには 小さくて履けないそうです。なんでこちらの靴はブライスに使っていきたいなと思います。はい、開封が終わりました。こちらの袋は収納に使いたいと思います。そしてすごいのがこのハンガーですね。上についているのがハンガーになります。うちにはハンガーはないあのハンガーキーはないんですが、そのうち使えたらなと思って取っておくことにしました。どういう感じかって言いますと。 こんな感じですねイメージ的に結構しっかりハンガーとして使えそうなので使えたらいいなと思っていますこちらは靴とブレスレットがセットになっていますこちらのお洋服はサングラスとウエストポーチでセパレートになっています早速着せてみたいと思います はい。着替えが終わりました。アシャさんには、あのー、購入の時にブライスには少し緩いようなことを書いていたんですが、やはり少し緩かったです。でも、あの、靴はちょうどでした。靴はブライスサイズでちょうどだったので、あやちゃんにはちょっと使えない感じで少し残念です。はい。でもうブライスで使いたいと思います。かわいいですね。ダイヤちゃんの方。 ウエスス、トポーチとサングラスなんかちょっと時代を感じるような気もしますが自分の若い頃を思い出しつつ楽しんでみたいなと思いますいくつかね写真を紹介したいなと思っています海のイメージだったのでね海岸で写真を撮ってるような感じでいろいろ遊んでみましたいかがでしょうか やっぱ夏ですねロキシーは夏のイメージが強いですねアーシャさんの目の色変えたいと思いますあブルーが似合いますねうんやっぱりこれがいいということで最後までご視聴いただきありがとうございましたメアリのブライス関連小物紹介でした まあ、バービーのお洋服なんでね、ジェニーフレンドのあやちゃんにも使いたいと思います。それでは、またね。